なんとなんと、あのニコニコ四天王10年前だ。10年前のあの馬をかぶって全裸でハイポーションを食べる、飲む、うん、飲むでおなじみおたけんさんとちょっとね、こんにちは、会いましたんで、当時の様子と、まあ今あと何をやってるのかっていうのをちょっと暴いていきたいと思います。暴かれちゃうな、はい、いいよ、お願いします。実はこのおたけんさんが今北海道では知る人ぞ知る VR、 知らなかったモグリだから、マジでこの業界で俺のこと知らなかったモグリ、マジで本当そうですよ。 VR ね、360度系のね、このバーチャルリアリティの方面ですよね。そうです、その方面の映像の今こうパイオニアとしていろんなビジネスを行っていると。今は社長さんなんですか？そうです、8年目。従業員は？従業員ゼロ。従業員ゼロ己の体一つで裸一貫だから裸一貫で、うん、8年って相当ですね。そうだね、よく持ったなと思うね。どうでした、その途中3回潰そうと思った夜中通帳見ながら泣いたこともある間に合わねえと。相当苦しかった。そんな時もあったけど、まあ、今はもうね、晩ご飯に1730円、あ、ビール飲んだから2030円かけられるぐらいアメス2000円だぜ。一食2000円かける男になりましたね、うん、なりやがったわあの時のなんか動画とかについて、あれはね、なんか面白そうだからやった。面白そうだね、なんか面白そうだからやってみた。やったきっかけも、その友達が、うんうん、おたけの友達が、うん、なんかニコニコ動画っていうのがあって、うん、カラオケ歌って動画アップしたら、うん、なんか知らない人からコメントついて面白い、うん、面白い、なるほどね、うん、じゃあ俺もなんかやってみようかなと思ってやったのが始まり。何年前ですかそれは？2007年、8年、もう10年前だね。10年前、うん、まだアングラサイトみたいな感じだったりしたよね。地下サイトみたいな、怪しいところね。で、なぜまたああいう趣旨の動画を撮ろうと思ったんですか？いや、なんか裸って面白そうじゃん裸って面白そうじゃん、裸って面白そうじゃん。なんかね、ツッコミどころがたくさんあった方が、うん、下手なことがバレないというふうに最初は思ったけども、うん、まあでもやっぱりね、いろいろツッコむ要素はあった方が面白いと思う、うん、なんか普通の人がやらないことをやろうって思っていたというよりは、もうそういうふうに昔から育ててきた題材みたいなのがあったから、うんうんうん、それを使ってちょっとネタをやってみよう、うんうん、でただやるだけじゃ面白くないから、うんうん、まあ裸でやろうと、うん、お父さんお母さんはその事実は、あ、後に知ったね。後に知った、どのぐらい後ですか？2ヶ月ぐらい。いや、全然すぐじゃん。その時の反応はどうだったんですか、お父さんお母さん？あの、捕まらなきゃ好きにせえって感じまあでも家でやるなと言われたね。シリーズを始めてから1年以内に僕は一人暮らしを始めたのは、うんうん、まあそういう理由があってだね、うん、あまりにもね、俺んちにね、腐った食べ物が届きまくってね、うん、まあ母ちゃんも怒るし、うんうん、届くんですか？そう、不安から、これを食べてくださいって元ホタテですみたいな。え、もう住所とかもバレてるって？もうなんかね、ちょっと一回ネタで募集してみたの、うん、そしたら、なんだ、うちにもこういったものがあるのでぜひ動画で食べてください、お願いしますなんだこれ、住所送ったら来るんかなと、ペッてやったら本当に来まくったのあ、これあかんなと思って、うん、贈り物は一番遠くてどこから来たんですか？一番遠くて沖縄とかから来る？海外から何が来たの？税関で募集されたか分かんない。多分肉なんとか頑張って送りつけようとした人、うん、なるほど。なんか お前のとこに来ようとしたけど、成田で引っかかって あの捨てたよみたいな通知が届いたことがあるはーんと思やっぱね、芸風が芸風だけに出禁って多いんだよね。ニコニコの人たちがやっぱライブとかをやるわけ で、僕は結構その MC とかネタ枠で呼ばれてたんだけど、ステージの最後になると、アーティストライブみたいにピックを投げたりとか、なんかその自分のサインボールを投げたりとかっていうのがあったんだよ。で、それを横で見てて、俺もなんかやりたいなと思ったわけよ、やっぱ。でもサインボールもないし、ピックもないし、
どうしようと思って俺パンツしか入ってなかったんでね。パンツ脱いで投げたら両脇が警備員来てそこつる。いや客席は大いに沸いたよ。という感じで出来になった会場はいくつかあるんだけども、まさかね、それから10年近く経ってなんと県に出来になった。天下の俺きついです。いや本当びっくりしたよ俺も。まあそのうちにのクルーが来ることになって、でまあ僕の名前を出して紹介してくれることになったんだけども、どうやら僕の名前を調べた時に上の方の人が僕のこと知ってたっぽい。申し訳なさそうに電話来て、三田さんそのニコニコ動画的なんていうんですね。大変なんかご活躍されていたみたいで、ああこれ来たなこれと思って、あ要はできてこったなみたいな。もうダメになってるとこは具体的な名前挙げていくと、中野とあんなんだっけ、リファあるやっけ、はい、あと渋谷アックスホール、多分これもなくなっちゃう。渋谷アックスホール、あとさ、埼玉の辺はもう全部ね条例とかに引っかかるからダメ。うわもう都心部壊滅的、壊滅的だよね。そうだからその新宿のアンダーグラウンドなロフトプラスワンとかそういったところはもう全然 OK、モーニング娘。がコンサートするようなこと全部ダメだ。ダメなんだ。もうじゃあもうモーニング娘。と同じ舞台にはもう立てないね。これからはそっちはもうその中野さんだった時に僕は初めてそのモーニング娘。と同じステージに立ったと思って床を舐め回して喜んだんだよ。それぐらい嬉しかったんだけどね。もう立てないんだなと思ってね、仕方ない。でもね、かこちゃんも今最近渋谷、新宿のロフトプラスワンとか出てるから、まあそれはそれでかこちゃんが僕のとこまでやってきた、やってきた。まあそれはそれで一つの出会いと思ってね、それはいいなと思って。そこはちょっとつながる可能性ありますね。そうだね、これからもっといろんな遺伝子的なその中でコミュニケーションがもっと続くと最終的には一つになるかもしれない。あの時はニコニコ動画に課金してはなかったから、僕は自分の同人サークル、まあオタクだったから、まあ昔僕も漫画描いてたわけよ、自作漫画を描いて、自分の写真を撮って、自分で小回りを組んでストーリーつければ、これ漫画になるんじゃねえかと思って、自分の裸の漫画を作ったわけよ。それがパラダイス全裸っていうシリーズ。それがね、ヒットした。パラダイス全裸シリーズ、そうそう。それはもう同人のコミケとかで売れに売れてすごかったね。列も止まなかったし、ね、もう誕生日席壁サークル、まあ言ってしまえばコミケの転換もまあ一周取ったわけだよね。コミケの方で収入はがっつり、まあ言ってしまえばそれが副収入になった分もあるし、それの知名度を高めるためにその動画投稿っていうのがあったのが、それが助けになったのかもしれない。でそれがなかったらコミケなんて出れないよね。コミケに出てなんか1000部2000部とか出なかったと思うし、だからコミケに来てその僕のもパラゼンシリーズを買ったの、パラゼンそうパラゼンっていうの、持ってった人たちは見物料だと思ってる、多分、あ生がいたと思って、おこれ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 、おじゃあ300円払うから、おいっていう感覚だったんじゃないかな。なるほど、事業的に儲かったとはとてもじゃないけど言えないかも。だってそんなことしなくたって俺サラリーマンしてたから普通に収入あったから、そういった意味では副収入っていう位置づけだったのかもしれない。なるほど楽しんでやってるうちが一番であって、金のために物作るようになったらね、面白いもの作れんね。ああそう、そう金のためにっつうんだったらやっぱ割り切らないといけない。まあそれがビジネスだからって割り切るのか、例えば僕はそのああいう動画を作ってる時にこれがビジネスだともまるで思ってないし、俺が楽しいからちょっとやってみようと。でまあ作った分プラスなんかそれでやってちょっと飯、うまい飯が増えるんだったらそれでラッキーぐらいの感覚だったけど、今僕はこの VR の事業は完全にビジネスでやってるから、もう僕が作るものが一番いいものだと思ってやってるし、だから俺の作るものに価値があるから、その価値に対してビジネスとして報酬を、お金をくれよという姿勢を持ってるから、それはそれで間違いないし、こんなもんただやったら俺の会社潰れるとこかね。神さんも植えるし、子供も植えるし、俺も植える、もみあげも鼻の下も伸びる、そういうことになるわけです。だから割り切り大事、割り切り、